ガラルのポケモントレーナーより高め連れていくために。かっこいいんだけど俺。さあダイマックス黒騎士っぽいよ。秘めてる思いをその翼に現出せよ。ポケットモンスターっすー。ギョッ。グッモーニング、マイネームイズバカ王子。おー、Thank you。 さあポケモンワールド続きからやっていきましょう。で、前回がですね、すごいなんか本当にアニメを見てる感じのようでしたけど、オリーブさんがやはり悪だったらしくて、で、あの院長も悪っていうことがね、前回の話で分かったんですよ。なので、悪の組織っていうのを分かったところで、次の日のこの今ファイナルトーナメントが開かれるのでやっていきたいと思います。よし、今日は噛まずにできたんじゃないか。ではこのいい笑顔のお姉さんに連れてってもらいましょう。はい、お願いします。では参りましょう。さあ着きましたよ。で、ファイナルトーナメントだから何回戦かに分かれるんじゃねえかなと思うんだよね。おバカタイム。分かったから、もうその手振るのやめてくれ。この近さで恥ずかしいんだよ。もっと遠いところから手振ってくれ。そっからなら分かるよ。そっからなら。ガラル最高のシュートスタジアム、お前の最強の戦いで世界を熱狂させるんだぞ。分かってるよ、言われなくても分かってるよ。さあ受付してこいよな、ホップよ。俺の戦い全て目を離さず見てくれよ。さあ入場。おお、みんながキャー、おばかたありがとう、お嬢ちゃんたちありがとう。お姉さんからサイン欲しいかい。だけどそんな照れんなさって。照れちゃうよ。何言ってんだよ本当に。頑張れ、いいファイトを後悔するなよ。誰が勝つのかな。俺に決まってんだろお嬢さん。俺に決まってんだろ。よし、じゃあ行かせていただきますよ受付。おバカタン選手、お待ちしておりました。セミファイナルトーナメントを制したあなたを本気のジムリーダー7人が迎え撃つファイナルトーナメント。え？あ？え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？ん？ 7 人？勝ち上がればいよいよチャンピオンとの試合。選手控室に行かれますか？あ、はい、行きます。ではご案内いたします。え？待って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 、焦る焦る焦る、待って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 、ローリナさん、ローリナさん、あれちょっと待って、嘘？え？何それ、聞いてないんだけど。ジムリーダーと戦うの？また、しかももっと強くなったこいつらと。うわちょっと待って、うわ待ってよ、なんかすげえ鳥肌立ったんだけど。ってことは何、こいつ全員で喋ろ喋ろ、みんなと。1回戦の相手がキバナさんとはついてないな。天候あれこれ変えられても粘っていきたい気持ちですね。あ、そういうことか、トーナメントとか。そうだよね、さすがに7人も戦わないよね。多分7人がみんな一人一人戦って、でその勝った人たちと俺が戦ったりとかで、3人ぐらいで戦うのかな。そしたらそういうことか。危ね、怖っ。さっさと終わらせますよ。相変わらずだなお前、僕たちの印象を強く植え付けるだけです。相変わらずだね。カブさん、お久しぶりです。ポケモントレーナーとして最後までサバイバルするため僕はチャレンジを続ける。チャレンジをしていればいつまでも輝きは放てるよ。さすがだ、いつになってもいくつになってもカブさんはカブさんだな。不思議です、確かに心は少しざわついてますが、ただただ試合が待ち遠しくて。これ斉藤さんが使うように作られたんだなきっとな。俺のためじゃなかった、もう斉藤さんのために作られたようなやつだよなこれな。すげえわ。ルリナさん後にしよう、目指すのは優勝かね。ダイマックスを使わずに勝ってスパイクタウンのみんなの誇りと笑顔を取り戻したいのですよ。
ネズさん、ここはダイマックス使わないとダメらしいですよ。勝ち残りダンテに挑む俺様にはそれしかない。でなければジラルダンたちに報いることできないからな。相変わらずだな、キバナさんは。本当に相変わらずだよ。本当にみんな相変わらずだな。俺は嬉しいぞ。俺は嬉しい。お前らが相変わらずでそのままで嬉しい。ルリアさん、ルリダさん、お久しぶりです。お久しぶり、お久しぶりです。いやー、もうなんかもう会わないうちにもう10年ぐらい経ったんじゃないですかと言わんばかりの会わなさでしたよ。これもう一体何してたんですか。一体全体どんだ。一体ジムチャレンジでの試すような試合とは違い、今度は真剣勝負だからね。待って、ってことはつまりみんな俺を試してたってこと。つまり本気を出さず俺のことを試してたってこと。あー、やってくれるじゃん。ほう、ジムリーダーだったら何でもいいってわけか。あー、いいよ。じゃあその根本的なよ期待崩してくれよ。よし、早速行かせていただきますよ。ファイナルトーナメント開催式ですね。準備が整いました。コートにお迎えください。よし、じゃあジムリーダーども、いや、ルリナさん以外、ジムリーダーども、いや、斉藤さんも違うな、ジムリーダーども、蹴散らしてくれるからだ。あ、なんですか。いやもう今喋ったじゃないですか。行かせろ。コートに行かれますか。そろそろ開会式です。今聞いたじゃん。行きます、行きます。もうでは、どうぞ。よーし、来た。うーわ、なんかまた今までと違うな。これからジムリーダーと戦うってなるとなんかやっぱ違うね。よし、よし、大丈夫だよな俺。よーし、行きます。うわ、ちょっと待って、何これ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。改めて名乗ろう。俺はチャンピオンのダンテ。分け合ってリーグ委員長の代わりをさせてもらう。ガラルのポケモントレーナーより高め連れていくために。かっこいいんだけど俺。何を、俺のために最強のチャレンジャーを決めてくれ。さあ今ここに宣言するファイナルトーナメント開催だー。かっこいい。なに、なんだよ、なんだよ。楽しませないでくれよ俺のこと。これ以上待ちなよ。誰、ビート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 、おい、誰だ、おいおいおい、ビート、おい、何やってんだお前。皆様よろしいでしょうか。僕を覚えているでしょうか。覚えてる決まってんだろビート。お前、俺がどれだけ待ったか、お前の登場を。ゴーエンジ修也みたいに来るな、待たせたなみたいな感じで来るなよ。ジムチャレンジ無念のリタイアとなったビートです。え、自分で言うんだ。自分で言うスタイルか。お前大人になったな。ビートだ、ローズ委員長が推薦したジムチャレンジャーだ。おばかたん選手とは汗からぬ因縁があります。ルール違反は承知です。その上でお願いします。なんだよビート、言ってみろ。貴様の問い答えてやるぜ。選手生命をかけて勝負をさせてください。おいおいおい、ビートよ、おい、お前敬語なんて使いやがって。ったくよ、おい、当たり前だろお前。負けたらトレーナー引退です。なんというハプニング、ジムチャレンジャーだったビート選手の乱入だ。いやもうこれはハプニングどころの問題じゃないよ。マジかビートよ。ビート選手について審議しております。おい頼むぞ、みんな、みんな頼む、テレビの前もみんな頼む、ビートと戦わせてくれ。スタジオの皆様、テレビの前の皆様、しばらくお待ちください。 CM 入ります。むちゃくちゃなのは僕自身がよくわかっているよ。でも
言わないわけには動かないわけにはいかないんだ。ビート、いい顔になったじゃねえかよ。じゃあお前のその進化したよ姿を俺に見せてくれよ。あなたのせいでめちゃくちゃなんだ。オリーブさんに頼まれてローズ院長のために願い星を集めていたのに、院長には見捨てられるし、わけのわからないばあさんにフェアリータイプについて朝晩叩き込まれるし、こうおお、分かってるよその気持ち、お察しするぜ。ポプラさんだよな、ポプラさんは本当に押し付けるからな人のことな。わかりますか、ピンコリに囲まれてフェアリータイムのポケモンでクイズと勝負の毎日。おお、わかるぜ、あのクイズね、俺もやられたぜ。ビート、さすがにお前はクイズを出さないよな。それであってほしいけど。ああ、こんなに熱苦しく思いを語るなんて僕のキャラじゃないのに。そうだよな、違うよな、お前のキャラではないよな。だけど俺はゾクゾクするぞ、お前とのこの後の戦いがよ。なんとチャンピオンが乱入を認めました。ガラルのトレーナーを強くしたいチャンピオンの愛でしょうか、それともおバカタン選手への試練でしょうか。俺の試練でも受け取れる。そしてビート、お前の試練でも受け取れるぞこの戦い。僕のハートは砕けてなんかいないんだ。よっしゃ、ならビート、全力で相手してやるぜ。ジムリーダーのビートが勝負を仕掛けてきた。ジムリーダーになったんだなビート、見せてもらうかお前の強さ。いでよ、いじめないで。俺もよビート、手加減はしねえ。最初から本気で行かせていただくぞ。無理を通したんです、僕たちは勝つしかない。こいつかっこよくなりやがって。いいぜ、その気持ち絶対応えてくれるぜ俺。さあ最初から奇跡を出させていただくぜ。いじめないで、初っ端から決めろ、狙い撃ちで一撃だ。トーイ。さあこれでいいんだろビート、全力で行かせていただくっていう言葉、俺はもう取り返しがつかねえぜ。さあ次はなんだ、サーナイトか。よし、このままで行くぜ。来いよ貴様の全力、俺に見せてみろビート。行くぞ、もう一丁サーナイトの左足に狙いを覚ませ、ドカンと。お、やるじゃねえかよ。だが残念ながらビートよ、迷走したところで、特攻が上がったところで俺の攻撃が防げねえよ。い、狙い撃ち決めろ。うわ、効かねえ、効かねえぞ。うわった、やるじゃねえかよビート、なら俺の新しい技を食らわせてやるぜ。決めろ、いじめないで。うわっと間違えた、くそー、めっちゃ間違えた、選択肢ミスった。そうだよな、そりゃそうだよな、つながまりだ、ボケンと。そしてもう一丁アダブラカダブラってね。アダブカダブラ、エクスペクトパトローナ、アンジュロバボルネージョ。はっはっは、どうだ、眠たいのか少しうとうとしている。いじめないで、貴様のその余裕今は大事だぜ。行くぞ、狙え狙え、たーた。よーし、さすがだいじめないで、俺のエースポケモンはお前もいるんだぜ。ギャロップ変えるか、ここで変えよう。そしてエリザベスよ、出番だ、戻れ。さあここであいつのコピーをするぞ。みんなもエリザベスはもうできないと決まっているって分かられてるようだな。だが今その気持ち叩き潰してくれる。まずは変身だ。さあ効かねえ効かねえ、いざエリザベス変態、違う
間違えてしまった。俺としたことまた間違えてしまったようだ。だが凛々しいな。凛々しいぞお前。今突進で行かせていただく。エイジョイス突進。さあどうだ。あ、まずい。うわっと、やった。エリザベス行くぜ。もう一度突進。どうだ、いいぞいいぞエリザベス。わあ、エリザベス、エリザベス、お、かっこいいぞお前。行け突進。あ、なんだこの勝負、どっちが当てるかわからねえ。俺が先で当たれ突進。はっはー、いいぜエリザベス。観客たちも見る目が変わったよ今。よしよしよし、素晴らしいぞエリザベス。ブリムオン、ブリムオン、なんだよそれ、誰。でもお前の新しいポケモンっていうことは知っているぞ。イカロスくん、さあ見してみろお前の力を。うん、その余裕勝ったと思ってるんでしょうね。いいだろう、それが本当に俺が余裕なのか余裕じゃないか今にわかるぜ。なあイカロスくんよ、お前はずっと進化しないまま弱い弱いと言われ、はたまた主にもこいつダメだと思われ、何度も何度も悔しい気持ちをしたよな。だが今この瞬間羽ばたいたお前に止められるポケモン、止められるやつは誰もいねえ。なら今天高く飛ぶ時じゃねえか。行くぞイカロスくん、大空にかけろ。さあダイマックス黒騎士っぽいよ、秘めてる思いをその翼に現出せよ。舞い上がれ羽廃止伝説の巨匠イカロスくん。さあ伝説はこの巨匠に勝てるかな。大いなるピンクを見せましょう、ブリミオン巨大マックスです。さあお前の全てを今ここに出してみろ。俺が全てそれを迎え撃つ。だから俺の思い届かせてやるぜ。行くぞイカロスくん、その羽で刻め大ジェット。しゃあいいぞイカロスくん、貴様のその力は届いてる。さあ今全世界のテレビのお前らにイカロスくんという名を刻んでやるぜ。行くぞ羽ばたけ、そしてお前がトップオンザトップチェックメイトだ、シュバルツスフィンガー。うわーっしゃーイカロスくん、やったぜやったぜイカロスくん、シャーハイタッチだこれ、来たぜ。さあビート、これが愛情の力だ。終わったですが、皆様にフェアリーの良さは伝えましたよ。ビート、また戦おうぜ。俺がチャンピオンになったその時まで待っててくれよな。負けた。おーっと、おバカ天さん氏とは自慢のチームメンバーがビート選手の挑戦を跳ねのけた。おい、ビート選手、悪くない試合だったぞ。わかるか、ビート。わかるか、この観客の声。委員長によ、願い星を集め、
それでいい人生だったとは俺は思えねえ。だからよ、これがお前だ。わかったか、ビート。引退したらもう一度デビューしろ、なんてことだ。遅えよビート。あなたにリベンジできれば OK。 負けても引退してばあさんが逃げるはずだったのに。やっぱりあなたは迷惑だ。まあ迷惑でもいいよ、もう。だけどよ、俺はお前を戻ってくることを信じてるぜ、ビート。いつでも待ってる。この315が輝くの、ずーっとずーっと輝いてるけど、それまで待ってるぜ。みんなに認められたらフェアリータイプのジムリーダーを続けないといけない。まあ僕の才能でしたらポプラさんなんかあっという間に超えますけどね。超えてくれよ。そしてお前のその髪、似合ってんぜ。似合ってるよ。もう似合ってるって言う。似合っちゃってるよお前。ストレートなんてしなくていい、宿毛なんてしなくていい。そのボンバーヘアがお前が一番お似合いだ。スタジアムは二人の若者を称える声でいっぱいだ。俺の声もかすれていっぱいだってね。うん。終わりよければ全てよしって、こういうことです。さて、おバカタン選手、予想外の試合のダメージを回復するため控え室に。ありがとうございます。さすがにもう声が持たないんで。ビート選手の乱入大変でしたね。準備が整いました。コートにお迎えください。いよいよファイナルトーナメントです。ここからがファイナルトーナメントなんだ。今はじゃあ本当にビートの乱入戦ってやつか。でも俺は良かったよ。うん。今回何も面白いこと言えてないと思うけど、なんか良かった今日は。今日は今日とって良かったぞこの試合。俺はこのライバルたちと戦って、俺もレベル上がったよ自分の。だからさ、次ジムリーダー、本当にルリナさん以外ぶちのめしてやるから覚えとけよお前ら。おいジムリーダー、クソども、絶対叩き潰してやるからよ。俺をコケさせたの覚えとけよお前。誰をコケにさせたか次回分からせてやるよ。では諸君、次回ファイナルトーナメントでお会いしましょう。さらばだ。